はいどうも、山田会議室、山田です。お願いします。いやー、あれですね、明日から半沢直樹ですね。はい。もう先週からね、ドラマスペシャルとかもやってたじゃないですか。ね、やっぱおもろいっすね、半沢直樹ね。ね、あれ面白いですよ、やっぱり。私ね、あのシーン好きなんですよ。半沢直樹がね、資料を自宅にこう、疎開させて、奥さんである上戸彩が、それをこう、守るっていうところにこうね、国税が乗り込んできて、家の中をこう、ひっちゃかめっちゃかにした後で、上戸彩がもう、銀行員の妻舐めんじゃないわよ、ってバチッと切れるとこあるじゃないですか。ね。で、それでね、国税のあの人がこういうわけですよ。随分と素敵な奥様をお持ちね。はい。自慢の妻です。っていうシーンあるじゃないですか。あれめっちゃ好きなんですよ。いやーね、だからね、もう楽しみでしゃあないですけどね。まあ、それになぞらえまして、本日はですね、私もですね、いろんなクソ上司たくさん見てきましたよ。ダメな上司ね。まあ、半沢直樹にも細けないぐらいのダメな上司をね、私も見てきましたよ。ですからですね、本日は半沢直樹の放送記念じゃないですけど、私もちょっと今まで出会ったダメな上司たちっていうのをですね、ベスト10形式にして、皆様に語ってみたいと思います。はい。まあ、皆様もね、そういうね、上司にはこうならないように気をつけてもらえればなと思います。はい。ということで行きましょうか。スタート。まず大前提に言っときますね。あくまで私の主観ですからね。はい。主観です。ですが、主観ってね、何気に大事というか、結局、上司の印象ってこうだったよ。私が今から語る上司の印象こうだったよっていうことは、部下にはそう見えてるということです。そこ肝心ですよね、結構ね。どんだけ上司が、立ち振る舞おうが部下にどう見えてるかっていうところが結局大事なわけじゃないですか。ね。ハラスメントって結局そうでしょ。うん。自分が、僕はそんなつもりないよって言ったって、結局ね、女子社員にこうやって、おはようって抱きついたらそれ全部セクハラでしょ。ね。それと一緒ですよ。結局どう見えてるかっていうところが大事なんですから、主観だろうが何だろうが別に構わへんやろなと思いながら喋りますね。はい。じゃあ言って、じゃあ早速言っていきましょうか。はい。じゃあ、ベスト10ですね。はい。第10位。優しすぎ上司です。はい。これ何かというとですね、もうとにかくまんま、優しすぎる、気遣いすぎるんですよ。本当にいい意味でですよ。本当にね、いい意味でも悪い意味でも気を使いすぎる、優しすぎるんですよね。例えば、売り場でね、1個だけ残ってる商品あるとするじゃないですか。ね。でも月間3個も4個も売れるんですよ。でも、他の商品は、あまり欠品してない。それだけが欠品しそう。次欠品しそうやなっていう商品があったとするじゃないですか。そしたらですね、その時彼はこういうわけですよ。これ発注したら、配送屋さんこれのためにわざわざ詰めるんやんな。悪いよな。じゃあ発注しやんとこ。って言って発注しないんですよ。ね。それもそれね。月間3個も4個も売れるからね、もう次の日あたりにはもうね、欠品したりするわけですよね。他の商品も発注するタイミングじゃないと発注しなかったりするんですよ。で、それで大量に欠品が起こる。そんなんが何個も何個もあって大量に欠品したりするんですよね。で、それでよく欠品対策で上司に怒られてましたよ。なんでこんなに欠品すんねんよってね。なんでやねんって話ですよね。もうわからんではないけど、でもやっぱり別にそんな個別でね、今の私みたいに、個人でやってるわけじゃないから、大企業でやってんねんから、別にそんなん一個、手間が増えたところで、お金も何も変わらないし、何よりお客様、欠品したらお客様が困るわけですから、欠品一個するだけでもだいぶの悪っていうふうに私も教えられましたからね。やっぱそれは、あまり意味のないことですよね。はい。で、例えば他で言うと、例えばそれこそ推奨販売でもそうですよね。推奨販売においても、なんです。推奨販売が苦手なアルバイトの子ってやっぱいるんですよ。そう。でもやっぱそういう子も、説得しなきゃいけないんですよね。もう仕事やから、それが。うん。苦手だろうがなんだろうが、もうそれはそれしゃあないんですよね。うん。だからそれも、しっかり話をした上で、じゃああなたは、推奨販売をしないで、品出し担当ね、とかっていう結論に至る時もあります。どうしてもやっぱ苦手な子もいるからね。でもそういう、一切話し合いも一切せずに、あの子は苦手やから、いいじゃんみたいな感じで終わらせるんですよね、彼は。やっぱそれダメでしょうと。しっかりコミュニケーションを取った上での結論なのか、そうじゃないのかっていうのは、やっぱりね、違うと思うんですよね。ということで、第10位、優しすぎ上司ということでした。はい、次行きましょう。第9位ですね。
第9位は、ええかっこしいです。はい。これ関西弁ですね。ええかっこしいってわかりますか？いいかっこばっかりする、口だけのやつってことです。はい。例えばこれ何かっていうとですね、ですか、私がいた店舗でね、スタッフがスタッフをいじめてる、店があったんですよ。お店の中で、スタッフがスタッフをいじめてると。要するにいじめですよね。いじめ問題が発生してた店があったんですよ。ね。当時の店長ですよ。当時の店長はですね、私の前では、絶対許されへんわ。絶対俺が、もうコテンパンに言ってやろうぜみたいなこと言うわけですよ。ね。めっちゃ威勢いいんですよ。すげえかっこいい店長を演じるわけですよね。でもね、いざね、そのいじめてるやつの前に行ったらね、お前は、あかんのちゃうか？ちょっとやめといた方がええんちゃうかな。まあほらさ、まあみんな仲良くやった方がいいと思うしさ、みたいな風なんですよね。いや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 、あん時めっちゃ言ってましたやんみたいなことになるんですよ。だからね、本当にね、私の前で喋るのと、その、いざ、当の、いじめてるやつの前で喋るのと全然違うんですよね。いや、何の解決にもならんし。いや、だからね、別にいいけど、有言実行しようぜっていうね、かっこ悪いじゃないですかね、上司が口だけってね。もうできへんやったらできへんって言う方が逆にかっこいいじゃないですかね。ということで、第9位、かっこ C ですね。はい、口だけってやつです。はい、はい、次行きましょう。はい、第8位、機嫌上下上司です。はい。要するに、その時の機嫌で物を言うことが変わるというやつですね。あとは態度振る舞いですね。私個人的にはその上司大好きやったんですけど、まあ、私もそういうとこなくはないですよ。なくはないです。気持ちはすごくわかるんですけどね。私のいた会社は遅番早番って、早番遅番って言ってたんですよね。早番は朝9時から18時ね。で、遅番は13時から22時とかそういう感じやったんですよ。で、私は遅番の方が多かったんです。で、遅番でね、お昼にこうやって出勤するじゃないですか。おはようございますって出勤するじゃないですか。そしたらね、もうね、その一発目の挨拶、おはようの声のトーンで機嫌がわかるわけですよね。機嫌良かったら、おはよう山田君って言うんですよ。でも機嫌悪かったらね、もうね、座って PC に向かって、もう私の方見ようともしないです。こうやって。あ、おはよう。もうこれだけです。あ、なんかあったんやな、です。いろんな事情あるんですよ。家庭内の、奥さんと揉めてたりであるとか、単純に、お店の数字がいってなくて上司に怒られたであるとか、無理難題言われたであるとか、まあ、いろんな理由で機嫌が悪かったりするわけですね。もうそれがね、自己完結してくれてたらいいんですけどね、結構ね、バイトに当たったりとか、するんですよ。そう。それがね、で、そのまたね、それでまた人間関係がごちゃごちゃ揉めて、だからね、それで、立ち振る舞いが変わるっていうのは、やっぱちょっとね、部下としてはしんどいですよね。太鼓持ちもしなきゃいけないし、ご機嫌取りもしなきゃいけないわけですよね。部下としては疲れますよね。わからんではないですけどね。はい。ということで、機嫌上下上司ということでした。はい、次行きましょう。はい、次、第7位。嘘つき上司です。はい。もう、こっからは、私が、もう、ちょっと許せない部類に入ってきます。はい、徐々にね。はい。嘘つき。これはね、どういうことかというと、例えばね、こんなことがあったんですけど、ですね、お客さんがね、まあ、結論から言うと万引き事件があったんですよ。万引き返金詐欺事件があったんですよ。お店ね、はい、そのお客さんが、もうお客さんじゃないですね、その犯人ですね。犯人がお店に入ってくるなり、うちの、在庫にあった、血圧計を、ガバッて持ってくるんですよ。ね、売り場にあったやつですよ。売り場にあったやつをガバッて持ってきて、レジにドンって持ってきて、壊れてたら返金しろって、ブワーって怒鳴り散らすんですよ。もうこんな声のトーンじゃないですよ。ドラーラーみたいな、で怒鳴り散らすわけですよ。で、その時にいた社員ですね、その嘘つき上司が対応したんですけど、もうそんなに言われてしまってるもんやから、もうそれに負けて返金しちゃったんですよ。そう。万引きしたのにですよ。ね。その場にあったものをポンって持ってきて、ちょっと冷静になって調べれば分かるものを返金しちゃったんですよ。ね。で、それが落ち着いて、それが午前中にあったことですよね。ね。で、私が午後に出勤したら、そういうことがあったと。で、店長に報告する、して、した後で、防犯カメラを見たら結局それが判明したわけですよね。でも、その後でね、いや、それ自分じゃないですって言うんですよ。それ対応したの自分じゃないです。
誰かな、自分じゃないですよ、いや知らないです、僕気づいたらそうなってたんでって言うんですよ。そんなね、わかりやすいバレッバレの嘘つくんですよ。いやそんな調べたらわかるし、レジの記録のレシートも残ってるし、全部調べればわかんのに、いや知らないですねって言うんですよ。おかしくない？配送するときにね、こう商品を移動するんですけど、でそのときに商品の数が合わなかったんですよ。だからどうやら彼がカウント間違いをしてたらしいんですよね。でもそれも、いや、僕知らないですけどね、って言うんですよ。そう。で、後で、カウント間違いがバレて、上司に死ぬほど怒られてましたけど、そうやってね、わからん、なんか、すぐバレるのは嘘つくんですよね。まあ、虚言癖なんかな、なんかわかんないですけどね。まあ、そういう、なんか、結局なんで嘘つくねんって言ったらね、怒られるのが怖いからって言ったんですよ。結局怒られるし、倍怒られるんですけどね。ね。ということで、嘘つき上司ということでした。はい、次行きましょう。はい、次、第6位。どっちでも上司です。はい。これね、よう覚えてますよ、もう私。新入社員、ドラッグストアに入ったばっかりの頃、一番最初の店で、私の教育担当だった社員が、上司がこれだったんですけど、ですね、もう本当にね、入ってね、一週間、二週間ですよ。もう私、白衣着てなかったです、その時。エプロンでした。ね、エプロンやった時の話なんですけど、その日はね、早番で入ってました。で、早番で入って9時から18時ですよね。18時が定時なんですよ。はい。でね、もう入って1週間か2週間ぐらいの話ですよね。まだ人間関係もまともに築けてない。まだほとんどその上司とぐらいしかほとんどまともに喋ってない。他のアルバイトさんとは、挨拶程度しか交わしてないような状況やったんですよ。ね。その時にですよ。やっぱまだ1週間2週間やから、教育カリキュラムというか、プログラムというか、教えてもらわないあかんことはたくさんあったんですよ。ね、でも、なんかね、ちょっと中途半端になったというか、本当は例えばじゃあ10あるうちの項目のうち、こう、今日は9ぐらいまでしか終わってないと。じゃああと1個残ってると。ね。でもその時点で、定時の18時になっちゃった。なっちゃったんですよ。で、その上司はこれで時計を見て、ああ、18時か。もう上がらなあかんけど、あと一個項目残ってるけど、どうする？うん、どっちでもいいで、って言うんですよ。ね。いや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 。いや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 。それね、ずるくない？卑怯じゃない？ちなみに言っときますよ。ちなみに言っときますよ。大事なことやから、ちなみに言っときますよ。残業代出ないですからね。それを分かりながら、どっちでもいいよって私に迫ってくるんですよ。ね。それをね、入って1週間2週間の私に決断委ねます？ずるくない？もうね、100歩譲って残業代出えへんやったら出えへんでいいよ。いいけど、やらなあかん仕事があるんやったら、もうそれやったら割り切ってね、割り切ってですよ。あかんけど、もう18時になってしもたけど、あと1個項目残ってると。ほんなら、ちょっと手短に5分か10分程度で終わらせるから、ごめん、残業代ごめんな、出えへんねん。会社があれやから出えへんねんけど、残ってもらってもいい？とか、残ってやろう、やっちゃおうかとか、上司に言ってもらった方が部下は動けるじゃないですか。ね。そんなね、入って1週間、2週間のやつがね、いや、定時18時やからあと1項目残ってたって僕は帰りますよって言えます？言えないですよね。ね。卑怯なんですよ。じゃあそれでだって帰るってやって、ほんなら後で仕事できへんくなっても知らんでみたいなこと言うわけですよ。ね。じゃあ残れって言えや。ね。そう思いません？ね。それやったら残れって言ってくれる方が私としては言いやすいし、最悪残業代出えへんかったとしても我慢できるわけですよね。そう。どっちでもって言うんですよ。だから人に決断を委ねて自分はこう害をないように立ち振る舞いしようとするんですよ。この調子で言ったら終わらんな。はい。はい。じゃあということで、6位はどっちでも調子ということでした。はい。じゃあ5位ですね。はい。5位からはもうちょっと本当にいい加減にしてくれと思うパターンのやつです。はい。5位は公私混同上司です。はい。ですね、まあ、そのお店ではですね、非常にね、男女関係の言い乱れがすごく激しかったんですよ。はい。まあ、社内恋愛、よく言えば社内恋愛ですね。ですがですね、それのドロドロした部分がね、非常にあったお店やったんですよ。で、その時の当時の店長です。店長とパートの女性がお付き合いをなさってるんです。それ自体は構わないですよね。社内恋愛多いに結構だと思います。いいんですよ。いいんですけどね、公私混同するんですよ。どういう風にするかというと、例えば、面接ですね。面接でね、じゃあ店長が面接するんですよ。で、店長が面接をして、この子いいなと、採用やって決めたとするじゃないですかね。でもまあお付き合いをしてるから、そのパートの女性に今度こういうやつ採用しようと思うんでって、こう履歴書を見せるわけですよ。
ね、履歴書を見せて、なんかこの子入ってきた時挨拶あれやったで、私嫌やわってなったらもう不採用なんですよ。関係ある？それなんで？いいと思ったんやろ？しかも採用権パートにないでしょ？ね、社員にあるわけですよ。ね、それを全部結局最終決定をパートのその女性に委ねて、採用に至らないんですよ。それダメじゃない？普通にいいの？法的なところはちょっと私分からへんけど、それちょっとダメなんじゃないと思って、もし法的に OK やったとしても、アルバイトたちには、良くない噂流れますよね。ね、結局あの人に気に入られへんかったら、うちでは採用にならへんねんで、みたいな風潮流れるわけですよ。ダメですよね。あとはね、普通にね、お店の中で喧嘩始めるんですよ。怒鳴り合い。ダメでしょ？ね、店長ですよ。白衣着てバッチリ社員証もつけてるわけですよ。エプロンのパートの女性の方と口論し始めるんですよ。絶対ダメですよね。はい。というわけで5位は公私混同上司です。はい。はい、次、4位。ここからは、ハラスメント関係関わってくると思います。はい。4位は、ずっと店にいる上司です。はい。ですね、このね、ずっと店にいるっていうのが、どういうことかというと、文字通りですけど、ずっと店にいるんですよ。これも店長です。はい。ずっと店にいるんで、要するにだから9時から始まって閉店までずっとおるんですね。そう、ずっとおるんですよ。で、早く帰ったとしても閉店ちょっと前とかずっといるんです、とにかく。それをね、店長がされたらね、部下帰れないでしょ。ねえ、店長がずっと残ってるんですよ。その中でね、同じようには入ってたとしてね、いや、ほなちょっと僕もう帰りますわって言えないですよね。そう、だからね、上司ほど率先して法律も守らないといけないです。コンプライアンスも守らないといけないと思うんですよ。でね、しかもですよ、極めつけはね、休みの日まで来るんですよ。それされたらさ、ね、違う、ちゃんと業務の時間の中で最大限頑張るのが仕事じゃないですかね。その長くおった方が偉いっていうような悪ですよね。もうそれも悪い風潮ですよ。もう本当にね、それだけはなしやなと思いましたね。ということで4位はずっと店にいる上司です。はい。いよいよベスト3です。はい、第3位。セクハラ上司です。はい、もう完全に法的にアウトですね。いや、もう、この上司はね、ほんまにね、ちょっといい加減にしてほしかったな。人辞めるもん。女の子辞めちゃうもん。だってね、もう、面接でね、彼氏おんのかとか普通に聞くんですよ。関係ある？ダメですよね。あの当時やからまだギリギリ許されてたんじゃないですかね。いや、今やったらもう完全にアウトやと思うんでね、従業員の女の子とかでもね、普通にセクハラするんですよ。例えばね、こういうね、カウンターにもたれかかってる女の子がおったんですよ。まあ、そのカウンターにもたれかかってる女の子のバイト自体どうやねんと思いますけど、こうやってもたれかかってる子がおったんですよね。だから必然的にちょっとね、これヒップラインが出ますよね。ね。でね、そのヒップライン出た、こう、突き出されたこうヒップラインをこう見てね。おう、それは今から俺と、してええってことか。って言うんですよ。もう、ちょっと勘弁してくれと、それを売り場で大きい声で言うんですよ。いや。ない、なし、完全なし。そう。もうなんか普通にちょっとそれは勘弁してほしいと思う。その二人だけでね、プライベートでね、もうそういうことやってるのは構わへんよ。もう構わへんけど、それ別の話やからね。それいいけど、もうちょっと売り場で仕事中に店でそんなやめるのはほんまにやめてほしかったですね。ということで、第3位セクハラ上司ですね。はい。いよいよじゃあ第2位です。はい、第2位。自分ゼロ上司です。はい。自分を一切持ってない上司ですね。上から言われたことをそのままやってるだけです。あれはね、冬でしたね。冬。店頭のね、プロモーション。わかんない方言いますよね。店頭にね、ドーンってね、組む、目立つ、陳列のことです。はい。もちろんね、冬場ですから、回路をね、並べてたんですよ。そう。でね、一番最初、そうですね、だいたいここぐらいまで、170ちょいぐらいに回路を積んでたんですよ。山盛りドーンと積んでたんですよ。ね。で、こう店舗巡回に来て、多分ね、なんかこう、アホみたいに高く積んで見せるっていう、極端なことをやって見せるっていうのが一時期流行ったんですよ。で、それを、こう、上から言われてたんでしょうね。それを見てね。これさ、もっとさ、高く積めないの？さ、もっとさ、こう、ドーンと積んでさ、お客さんにさ、見せてさ、売っちゃおうよ。でね、って言うから、わかりましたと。ちゃんとやりますと。で、その分ね、だってそんだけの高さ出そうと思ったらね、またちょっと発注もしなきゃいけないですよ。どんだけ重機かましたってね、高さ積もうと思ったら発注しないといけないんですよね。
だからわざわざね、お金使って発注して、ね、店長とも相談をして、発注をして、ね、済んだんですよ。ね、済んで、翌週ですよ。ね、また店舗巡回来よったんですよね。で、来てですよ。来て、見て。何これ？なんでこんな積んじゃったの？何これ？高いじゃん。危ないじゃん。落として。って言うんですよ。意味わかります？なんでやねんでしょ。いや、意味わからへん。もっとさ、こう高く積んでさ、売っちゃってよって言ってたやんってね、思いますよね。ね。あの言葉どこ行ったん？ほんまにびっくりした。もう我が耳を疑ったね、あの時は。でも結局戻したんですよ。めっちゃ時間かかりましたからね。こんなめっちゃ高く積むのすんごい時間かかりましたからね。そう。んでね、結局ね、戻したんですよ。で、戻して、またね、同じようなこと言われるの嫌やから、私ね、言いに行ったんですよ。やり直しましたと。やり直して、で、本当にいい売り場になったかどうか見てもらえますかって言ったんですよ。そしたら彼なんて言ったと思います？彼はこう言ったんですよ。いやさ、そういうのじゃないじゃん。俺に気に入られるっていうより、お客さんからどう見えるかだから、俺に聞くの間違ってんじゃねって言うんですよ。おかしくね。いや、そうかもしらんけど、一回見てや、作ったもん、頑張ったもん、見てや、一回見て、アドバイスした上で、まあ最終的にお客さんが判断するから、俺の意見は参考までだなって言うんやったらわかりますけど、見もしないんですよ、結局見やんと帰りましたからね。びっくりするでしょ？そう。そんなことあったんですよ。ということで、はい、第2位、自分ゼロ上司でした。はい。では、第1位行きましょう。はい、堂々の第1位は、暴力上司です。はい。これは、前の、ドラッグではなく、私が新卒で入った、外食産業のところの、やつです。はい。絶対許さへん。未だに許さへん。もう絶対許さへん。機会があれば訴えてやろうとさよ、もう。まあ当時ですね。以前別の動画でもお伝えしました。はい、こちらですね。はい、ブラックで働いた時の話ということでお送りをしておりますけれども、当時、外食産業の、そうですね、この動画に合わせて言うんであれば、Z というところで働いておりました。はい、そこでですね、働いておったらですよ、急にですね、後ろからボーンと突かれるんですよ。急にボーンって蹴り上げられるんですよ。びっくりしません？お前のこういうところが気に入らないんだよみたいなこと言うわけですよ。ね？いやいや、何？びっくりするってなるじゃないですか。ね？でね、あれですよ。それで終わらないんですよ。次の日もね、次の日ですよ。次の日、朝、出勤して、更衣室でこう着替えてるわけですよね。こう着替えて、まだ一日何にも始まってない。まだ何にもしてないんですよ。まだ何にもしてないのに、急にね、着替えてるところにね、バーンって入ってきてね。お前のさ、気に入らないのさ、あの時さ、ここはこうでこうでこれが悪いからなんだよ、なんなのお前って言うんですよ。いやまだ一日始まってへんうちから昨日のお説教もう一回、昨日あんだけ揉めたやっていうね、そんなんがね毎日っすよ。おかしいでしょね。でしかもね、私ね、その後辞めた時に訴えたっていうか、全部人事に報告したんですよ。どこどこ店のどこどこ所属のこいつが暴力を振るってきたと全部言ったんですよ。ほな、一応、ほんまにやったかどうか知らんけど、調査入りよるんですよ。ね。はい、自社調査ですよ。何の事情さえもない調査ですけどね。本人に聞き取った結果、そんなことはしていないと言ってます、みたいなね、報告上げてきよるんですよ、私に。ほんま終わってんなと思いましたね。もう何の後悔もなく、スパッと綺麗にやめてやりましたね。はい。はい。第1位ということで、暴力上司ということでございました。以上、ベスト10です。まあね、結局ね、このベスト10で、学ぶことで言えば、もうただ一つです。反面教師ですね。うん、もう困難には絶対ならんとこうと。うん。特に、独立して、社長になるんであれば、歴代のそのベスト10ですね。こういう人たちに、絶対なったらダメだろうと。そういうところを念頭に置いて今ね、独立して頑張っております。日々精進しております。私ももちろん完全ではないにしろ、法に触れるような、このベスト3とかに上がってくるような人たちでないことは、もう確実に自信持って言えます。はい。ということで皆様もね、そういうね、ダメ上司、クソ上司には、注意をしてもらいながら、自分の成長につなげてもらえたらなと思います。はい。この動画をお好きになりましたら、グッドボタンお願いします。チャンネル登録の会議もぜひお願いいたします。それではまた次の会議でお会いしましょう。解散。